はい、チープロジェクトへようこそ、ちさんです。龍が如く7続きやっていこうと思うんですけど、なんかすごいいろいろ湧いてるからこっち行こうが、サブストーリーやっていきます。近いところから、まあレベル上げにもなるしね、多分。でね、敵割と強い普通にレベルを追い越してくるからちょっと怖いけど、まあレベル上げだと思って頑張ります。最高いるしね。ただね、たまに難波さんがやられるんだよね。そこだけが怖い。すごく張さんはね、割と体力があるから。編成見直すか。編成っていうか、攻撃力なんて上げてる場合じゃないよ。やだー。サブストーリーでこう武器もらえたらいいなっていう。仮面の殺人鬼が出るとこ。穏やかじゃないな、もうすでに。あの看板、動画で見たのってあれじゃない？うわ、本当だ。やばいやばい、聖地来ちゃったよ。写真アップしたらあっちも見に行こう。本物いるかもよ。殺人鬼なのに会いたいの、ね、行こう行こう。なんか困った顔してる人いるけど。聖地だったよ。これが映画やドラマの聖地ってんなら儲けにもなるけど、殺人鬼じゃな。みっちゃんとこの店なんて逆にそのせいで予約キャンセルが出たらしいぜ。マジかよ、迷惑な噂だな。本当、仮面の殺人鬼の聖地、そんなやつがこの辺に出るのか。あの店主に聞いたら何かわかるかもな。怖ぁ、なんか音楽。仮面の殺人鬼が出るとか言ってたな。ちょっと気になるし聞いてみるか。なあ、少しいいか。ん、なんか妖怪？店ならまだ準備中だよ。いや、仮面の殺人鬼だけか。さっきちょっと聞こえて気になってな。この辺にそんなやつが出るのか。さあな、俺は直接見たことがないんだが、なんだかそういう噂が広がってるらしいんだ。どうも誰かが写真を撮ってネットにアップしたのが発端らしいんだけどさ、俺らからしたらいい迷惑だよ。殺人鬼を撮ろうと携帯持ってうろつく連中ばっか増えて、普通の客が減っちまってさ。なんだ、勝手な噂が一人歩きしたってだけの話か。まあそうなんだけどさ。なんかあんのか。いやね、俺もそのネットの写真ってのを見てみたんだよ。そしたら確かにこの辺の場所で妙な男が写ってたんだ。妙な男？ああ、血のついた白い仮面をつけた大男がさ、斧のようなものを持って副特徴に立ってたんだよ。それだけ聞いたら殺人鬼以外の何者でもねえな。まあそうなんだよな。だが調べようにも、いるのかいないのかわからんやつを探すほど俺らも暇でもないんだよ。それに万が一見つけたとして、あんなやつ相手なら逆に返り討ちにされそうだしよ。へえ、いろいろと難儀だな、その殺人鬼の噂は。ああ困ったよ。ん、よく見たらあんたなかなかガタいいな。それに昼間からこんなところで油売るとは結構な暇人だな。ああ、いやこりゃ失礼だが、そんなあんたに折り入って頼みがあるんだが。殺人鬼の調査か。ああ、引き受けちゃもらえないか。実害はないとはいえ、なんだか気味が悪いし、これ以上客が減るのは困るからな。もちろん礼は弾ませてもらうよ。どうだい、お願いできないか。商店街に出る謎の殺人鬼か。確かに気にはなるが。よし、調べよう。仕方ねえな。その仮面の殺人鬼ってのを気になるし、調べてみるか。本当かい？助かるよ。俺はこの店を営んでる斎藤って言うんだ。あんたは？ああ。俺は春日だ。それじゃあ春日さん、悪いけどよろしく頼むぜ。例の殺人鬼はいつも夜の副特徴に現れるらしい。夜かよ。ダメじゃん、これ。まあそうだよな。真っ昼間から出てこねえよな。じゃあずっと
やってなかった重荷の近いやつ。こんなんじゃ足りねえよ。なんかここもまたややこしいのおるな。お客さん、十分酔われているようですし、今日はこのくらいにしといた方が。んだと？どうせお前も俺が成り下がって酒を飲むだけのクズになったと思ってんだろ。何を言うんですか。そんなこと思ってませんよ。とにかくお水でも飲んで落ち着いて。落ちぶれてたぞ。やっぱりそう思ってたんじゃねえか。落ち着いてって言ったんですよ。ああもうどうしたらいいか。よ、なんか揉めてるみたいだな。あんた何があったか知らねえが、水でも飲んで冷静になれよ。もういい、酒がまずくなったし他の店で飲み直すわ。何だったんだあいつ。ここの常連なのか。まあイリュージョンという昔人気のあった韓流スターですよ。イリュージョンなのあれ。あ、俺そういうの疎くてよ、ちょっと知らねえな。しかしそんな芸能人もこういう店来るんだな。初めて見たぜ。まあ今はもう引退されたみたいです。スキャンダルとかいろいろあったらしくて、映画とかに出てた時はキラキラしてたんですが、人は変わってしまうものなんですね。なんか機嫌悪かったし、他の店でも荒れてなきゃいいんですが。元スターね。イリュージョン。そん体調万全だぜ。おい、マイク入ってなかったわ。スキャンダルはちょっとしんどいな、これで。まあ確かに。とりあえず場所変えるか。ダクセオの焼けるやつだぜ。ちゃんとマフラーしてるし、メガネかけてるし、イリュージョンっぽいところは残ってるけどね。大丈夫？だいぶグロッキーじゃん。どうだ？少しは酔いが覚めたか。すいません。酔ってる間のことあまり覚えてなくて、きっとご迷惑をおかけしましたよね。なんだか体中痛いし。まあそこそこな。ここどこ？めっちゃ綺麗だな。あー、よくないよ。めっちゃ追っかけいっぱいいたもんね。映画とかに出てた韓国の俳優なんですらしいな。確か名前はアメイジング宇宙人。あげとこ。はい、そうです。私の名前覚えていてくれる人がいるなんてちょっと嬉しいです。
すみません、あなたは。ああ、俺はカスガってんだ。あんたいつもあんな浴びるように酒飲んでんのか。体壊しちまうぞ。別に構いませんよ。もう誰も私を求めてなんてくれる人いないんですから。こんな体いっそ壊れてしまえばいいんだ。おいおい、私これでも以前はそれなりに人気があったんですよ。ああ、韓流スターだったんだろ。さっき、韓流か。さっき店員に少し聞いたぜ。ただ俺はそういうのに疎くてよ。よく知らねえんだ。悪いな。いえ。いや、いいんです。昔のことですし。しかしそのスターがなんで今こんなとこで叫びたりになってんだよ。私、10年くらい前までは韓国だけではなくて、日本でも人気が出て忙しい毎日だったんです。そんな忙しい日々を管理してサポートしてくれていたのがマネージャーの女の子でした。私が売れる前からずっと献身的に支えてくれて、愛嬌もあってみんなからも好かれる良い子でしてね。ただ面倒なやつにも好かれてしまったんです。ん？面倒なやつ？はいはい。有名な映画作品を何本も手掛ける大物プロデューサーに目をつけられまして、女作癖が悪くて一晩そのマネージャーを差し出したら映画の主役をくれてやろうと私に言ってきたんです。くれてやろう、主役をやろうと私に言ってきたんです。なるほど、確かにそいつは面倒だな。別にそんなことしなくてもお前か、良かったんじゃないの？何度も断ったんだ。ですがそれにしびれを切らしたプロデューサーは私の目の前で強引にその子を車に連れ込もうとしたんです。彼女を守ろうとしていうことしか頭になかった私は気づいたら殴り飛ばしていました。その結果大物プロデューサーへの暴行事件として話題になってしまい廃業状態に。そのプロデューサーってのはどうなったんだ？彼は被害者として報じられていましたからね。暴力に屈しない主義の男として今も一線で活躍していますよ。なんだよそれ、あんたそれでいいのか？いえ、もちろんよくありません。ですが私が反論して騒ぎ立てたら今度は女の子に焦点が当たってしまう。その子は業界から去って実家の白菜農家で働いています。これ以上注目をされるのは避けなければなりません。ありゃ、じゃあまあ悪いことしたわけじゃないんだね。それに実際手を挙げてしまったのは私です。ああ、守るにしてももっとスマートなやり方があったはずだし、何よりファンの皆さんを深く悲しませ失望させてしまった。私はそれまで保ってきた役者としてのイメージと真逆のことをしてしまったんです。そうだったのか。ふう、まだ酔ってるのかな。なんだかやけに口が回ってしまう。まあ吐き出して楽になるくらいならいくらでも吐き出せ、いくらでも聞いてやるよ。そうは言っても私の話はこれで全部。おいおい、吐き出せとは言ったが。大丈夫か？ちょっと待ってろ、水でも買ってきてやるからよ。すいません。水？ないな。水じゃないとダメ。水じゃないとダメか。なんもねえよ。金のカマキリ、金のサソリ欲しいんだよな。あ、やばい、なんか引っかかった。どうぞ、ぜひ来てください。ん？なになに？アニマルサーカス。へぇ、こっちは後で、後で。水持ってきた。おい、ありがとうございます。自販機まで走りましたよ。ふう、だいぶ楽になりました。助かりました。だがさすがにこんな姿はファンに見せられねえな。ほんと自分が情けない。自業自得のはずなのに過去の栄光を忘れられず酒場で偉そうに当たり散らして、くそ、あれからずっと何かを失い続けてばかりだ。飲んだくれてる間に日本語だけは上手くなりましたが、それ以外はもう何もない。あ、ファンのいない役者に価値なんてないのに、もう消えてしまいたいですよ。おいおい、泣くなって。だ、困ったな。あら、あなたもしかして竜様？おお、はあはあ、そりゃもうみんなメロメロで竜様って熱い声援をかけてたもんです。へえ、ああ、リュージョンだからリュウ様か。
あなたの切なそうな横顔が龍様主演の映画そなたと私の冬いい文字り方してるなのワンシーンにそっくりでビシッってなんか出てきた。パンフレットなんて持ち歩いてんのか、筋金入りだな。あ、ほんとだ。사랑해나도사랑해いい感じに音楽もいい感じに寄せてるな。へえ、主人とはこの公園で聖地巡礼して、これ横浜で撮ったの。旦那も龍様のファンなのか。ええ、龍様の映画は男性ファンも多いのですっかり意気投合してそのまま結婚したんです、すごいね。おお。主人の命日、おいおい、旦那死んでんじゃねえかよ。あ、なんか悪いこと聞いちまったな。いいえ。いいえ、いいえ、とんでもない。久しぶりに龍様のお話ができて嬉しかったわ。龍様、また銀幕に戻ってきてくれないかしら。今どこで何をしていらっしゃるのやら。まあ元気でいてくれたらそれでいいんだけれどその龍様ってものは幸せもんだな。そんなに思ってくれてるファンがいるなんてよおばさんが勝手に思ってるだけですけどね。いつでも龍様が戻ってこられるように私たちファンが場所を残しておきたいのよ。あの人からは愛も希望もたくさんもらったわ。そんな素敵な人に帰る場所がないなんて寂しいじゃない。私たちのトップスターなんだから。お、じゃあね。それじゃあまた機会があったらお話ししましょう。ごきげんよう。おい、あ、待ってくれ、パンフレット忘れてるぞ。大事な宝物だろ。それ差し上げますよ。私まだ同じもの10冊くらい持ってますから。おお、さすがだな。じゃあありがたくいただくぜ。10冊じゃ聞かねえだろおばちゃん絶対何がファンは一人もいないんだよ。あんたを待ってる人いるじゃねえか。失望どころか愛や希望をもらったって言って笑ってたぞ。そうでしたね。叫びたいのまま本当に消えちまったらそれこそ悲しむ人がいるんじゃねえのか。確かに私のファンは消えてしまったと。これ以上私自身が傷つきたくないと勝手に強く思ってずっと耳を塞いでいたのかもしれません。ですが実際がっかりさせてしまったことも事実。それを挽回するチャンスをもらえるとすればそれはそろそろ前を向けそうか。はいはい、私もう一度役者として舞台に立ちたい。一人でも私を思ってくれる人がいるなら私はそれに応えたい。そうか、それなら俺を応援するぜ。頑張れよ。ええ、はい。まずはトレーニングして体を引き締めないと。今のだらしないままじゃ格好悪いですからね。それでは。おう、おう。まだ続くな。長いな。お、復帰されるらしいじゃないですか。おい、はあ、やってるじゃん。それが何か。ん？あいつはいいリュージョンじゃねえか。何やってんだ。あ、やばい。叩かれてるぞ。たかられてるぞ。あなたが復帰した後にこの写真が世に出たらどうなるでしょうね。なんか穏やかな話をしてるってわけじゃなさそうだな。声かけよう。おい、何の話してんだ。あ、春日さん。お、あれ、こないだロドリゲスで龍様と暴れていた人じゃないですか。ちょうどよかった。あなたにもぜひインタビューをさせていただきたい。誰だこいつ。芸能記者のトチクさんという方です。はい、どうも。フリーの記者をしております、トチクと申します。実はこの間あなた方がロドリゲスで暴れている時に偶然私もそこにいましてね、何枚か写真を撮らせていただいたんですよ。またしても龍様が暴行を働いている写真を。何？いや、撮った時はあの人は今のコーナー用にちょうどいいかな程度に思っていたんですがね何でも復帰を考えられているそうじゃないですか。そうなるとこの写真の価値は変わってきますよね。おう、あんた何が言いたいんだ。あなたが復帰宣言をした後にこの写真が出たらどうなるでしょう。一度ならず二度までも暴行事件を起こしたとなれば今後のあなたの人生そのものが終わると思いませんか。ひどいな。
5000万高っ。5000万なあ。ちょっと待てよ、酒場の件俺が相手だったんだ。俺は気にしてねえし、全部終わったことだろ。あなたがどう考えていようか関係ありませんよ。大事なのはこの写真を見た大衆がどう感じるかです。まさかこの写真を見た一人一人に弁解して回るおつもりですか？そんなことよりも今ポンとお金を払った方がお互いのためなんじゃないですかね。悩む必要なんかねえだろ。あ、こんなチンピラみたいな商売してるやつに払う金なんざピタ一文ねえよ。春日さん、なあ。おい、あんた今すぐその写真のデータを消せ。こいつの再出発も邪魔させねえ。素人が偉そうに金も出さない記事も嫌なんて都合のいいことが通用するわけないでしょ。まあ私もこういうことは慣れっこでしてね、割と体は鍛えてんですよ。ちょっと痛い目にあってから考え直してもらうとしましょうか。それでも素直に払う気はないと。そうだ、記事にもう一つ追加しましょう。イリュージョン、ヤクザを雇って正義の記者へ暴行を指示ってね。ヤクザじゃねえ。ビビってんのか。俺の番だな。長さんがベラがっぽいんだけど。おい、こいつクソほど弱いじゃねえか。行け、最高。全然弱いじゃん。まあ昔ちょっと前からあるサブストーリーだもんね。くそ、金で揉めてプロデューサーぶん殴って廃業しただけの三流役者のくせに。金で揉めて、映画の出演料だったかで揉めて、その勢いでプロデューサーを殴ったんでしょ。一時期その話で持ちきりでしたよ。いや、こいつはマネージャーの女の子を助けようとして結果的に殴っちまっただけだろ。は？マネージャー？そのプロデューサーってやつはイリュージョンのマネージャーだった女に無理やり手出そうとしたんだ。その時にマネージャーを守ろうとしてとっさに殴っちまった結果がこれだ。その後も女の子に話題がいかねえようにずっと一人で耐え続けてきたんだよこいつ。だから、春日さん、いいんですよ、このことは当事者しか知らないことです。でもよ、マネージャーの女、確かにあのプロデューサーは女に関しては悪い話ばかりだった。考えてみれば金で揉めたという話自体、あの男が自分で言い出し、自分のマネージャーを守るために廃業に追い込まれる状況になってもずっとその女性のために何も言わなかったと。お前記事書け記事。一つお願いがあります。今の話は他言無用です。間違ってもマネージャーだった子を探し出して世に出すようなことだけはしないでください。もしもそうなったら私はあなたを死んでも許さない。 あなたのその目、どうやら女性を守ろうとしたって話は本当のようですね。三流は私の方か。確かにあの事件のことはろくに調べないで報道の内容を勝手に信じていました。本当に情けない。写真は全て消しました。もうデータはありません。そうか。春日さん、今日は本当にありがとうございました。いや、大したことはしてねえし気にすんない。それよりあんたの復活応援してるぜ。ありがとうございます。ですが理由はどうであれ、問題を起こしてしまったことは事実です。それをなかったことにして先へ進むつもりはありません。この町の人たちにも迷惑をかけてしまいました。私のこれまでの行い一つ一つをしっかりと受け止めて、これからお返ししていければと考えています。そしてまた一人でも多くの人たちに感動を与えられるような役者を目指します。まあこの間のファンみたいにあんたの演技で元気づけられる人は多いだろうし、しっかり頑張んな。はい、これは少ないですけど感謝の気持ちです。受け取ってください。何これ。それでは
失礼します。おう。ミーティュージョンか。今度ビデオ屋で映画でも探してみるかね。ビデオ屋もうないよ。お前何のつもりだ。心配はいりませんよ。私は竜様の第一歩を取っただけですから。なんだか久しぶりにいい写真が撮れた気がします。新しい一歩を踏み出そうとする一人の役者のね。たまにはスキャンダルじゃなくて人の背中を押すような記事を書くのもいいですね。ほう、イリュージョン電撃復活。長い沈黙を破り決意のリスタートを宣言なんてどうでしょう。いいんじゃねえか。改めて彼に取材を申し込もうと思います。もちろん事件の真相を書くような野暮な真似はしませんが、あんなにまっすぐな顔を見せられちゃ応援したくなっちゃいますよ。確かにな。それじゃいい記事期待してるぜ。あ、サインもらっておけばよかったな。本当だ。戦うんですか竜様。何だったんだあの弾丸みたいなやつ。ここじゃない。じゃあ何。あっと、強力な弾丸。敵から得られるジョブ経験値が増加。これ俺だ、半純銀使える。なんだろうこれ。そういえば足立さんって休みの日なんでいきなり何やってんだ。そうだな、俺趣味でガーデニングやってんだ。意外すぎる。ベランダに小さい畑作ってな、水や肥料をやって育ててんだよ。収穫したもんをつまみに酒を飲むのが最高でな。あら、いいわね。それって楽しいの。だって肥料とか撒いてちまちま育てるより買った方が早くない。時間やお金がかかるだけにしか思えないんだよね。自分で育てて収穫することに意義があるのよね、え足立さん。確かに買った方が楽だな。おいおいおい足立さん、しっかりしろ。時間を足立さん流さないでちゃんと育ててあげて。そういう蝶は趣味なんなんだよ。俺盆栽。一緒じゃん。こいつほぼ一緒じゃん。いやいや、ほぼ一緒とか言っちゃダメないけど、全然違うんだけどさ、時間もお金もかかるよね。おもろいキャラしてんな。ついこっち行こう。あれ、この子募金の子じゃん。どうした。お、めぐみのやつ頑張ってんな。けどなんか具合悪そうだな。ちょっと気になるな。どうした。おい、大丈夫か。あんまり調子よくなさそうに見えるが。あ、おじさん。全然平気だよ。ならいいけどよ。あんま無茶すんじゃねえぞ。うん、マー君のためにも、もっと頑張らないといけないし。おい、めぐみ。めぐみ大丈夫か。あ、お父さん。どのお母さん、なんで近くにいたの。大丈夫だよ。それよりお金を集めないと。無理すんなって。ごめんね、ごめんね。今日はもう帰りましょう。今日はお母さんの言う通りにするんだ。うん、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。あなた、もしかして春日さんですか。な、なんで俺のことを。めぐみから話は聞いてます。親切なチリチリ頭のお兄ちゃんがいるって。頭また。そうか。おかげさまでお金も集まるようになったみたいで、
本当にありがとうございます。もっと早くお礼にお伺いしたかったのですが。気にすんな。それより恵みだ。弟のためとはいえ、いくらなんでも頑張りすぎじゃねえか。実は家内とお金の話をしていたのですが、それを恵みにも聞かれていたようで、自分が何とかしないとと思ったんだと思います。今日来たのも学校から連絡があったからなんです。最近恵みが学校に来ないことが多いって。学校に行かず募金活動をしていたとは、親なのに気づいてやらなくて我ながら情けないです。あんたもあんま思い詰めんなよ。はい、ありがとうございます。ああ、もうそろそろ仕事に戻らないと。改めて今日はありがとうございました。それでは。めぐみがあんな状況だったとはな。なんとかしてやれることはねえもんか。どっか入らんといけない。あ、ここ入れないのか。蕎麦屋は入れない。蕎麦食いておろし蕎麦食べたいな。あれわかねえな。ちょっと一旦ご飯食べよう。いらっしゃいませ。いただきます。めっちゃおばちゃん慌ててるけど、いただきます。味噌汁は温まるね。どうした春日、急に黙って。いや、俺の味噌汁妙に薄い。たまにあるよな、めちゃくちゃ薄い味噌汁に当たるとき。へえ。俺のはちょうどいい味噌加減だが。俺のも普通だから春日くんだけ外れだったんだね。くそ、これほぼお湯じゃねえか。まあまあ減塩だと思って。あ、あ、蝶の塩分の取り過ぎが体に悪いからな。減塩のタイミングは自分で選びたいぜ。ごちそうさま。半純銀、そ、ありがとうございました。サバイバー行けるな。サバイバー行くか。めぐみのやつ出てこないもんな。サバイバー行こう。半純銀のためにサバイバー来た。一人で飲んでんなら付き合うぜ。どうですか。まあ特に断る理由はありません。どうぞ。いい男だな。そういえば勝也さん、一応お耳に入れておきたいことがあります。ん、何だ。コミジュールの者から連絡がありましたね。え、どうも私のことを嗅ぎ回っている人間がいます。どこからか異人町に半純義がいると聞きつけてきたようだ。もう最後死んでたね。見合わせたもん。どういうことなんだ。まだ詳しい情報はありません。今はただ不審な者がいるとしか言えない段階です。とはいえ彼らが私に敵意を持ってこの町へ来たんだとしたら、勝也さんたちも私のそばにいることで何かしら巻き添えになってしまうかもしれない。巻き添えになって結構さ。俺たちは仲間だろ。仲間だからこそ迷惑をかけられてないものです。バカ野郎、熱いね。迷惑かけてなんぼだろ。あんたにかけられる迷惑なら大歓迎さ。不審者でも何でも食いってんだ。熱いなぁ。熱い男ですね。嫌いじゃないですよ。熱心になった。あんたの予想じゃその不審者は何者なんだ。確たる根拠はありません。いや、人狼派の残党である可能性が高いですね。人狼派。じゃあ、あんたのお仲間だった連中かよ。どうでしょう。彼らにしてみれば死んだはずのボスを影武者の私が語っているのです。それを許せないと考えたのかもしれません。その場合、彼らの目的は私への制裁です。制裁って、私を殺そうとしている可能性もある。ならよ、もう半純義じゃないって素直に影武者やめろ。半純義のままなんだろうかもしれませんね。だいたいいつまでも別人で居続けるのってどうなんだよ。人間、ありのままが一番ってもんだろ。もう名前も顔も元の奴に戻しちゃうよ。戻しちゃうよ。名前はどうかく、そうだよ、顔はそう簡単にコロコロ戻せませんよ。それに不審者の侵入はまだ詳しい情報待ちです。慌ててアクションを起こさせても大丈夫でしょう。あんたがそう言うならそれでもいい。けど油断してたとこを襲われてやっぱ備えててよかったとなりゃ恥ずかしいよな。なるほど、肝に銘じておきましょう。だって済ましたかもしれないって。
少しは人の話も聞いたってよかねえか。そんなに褒めないでください。いやいや、褒めてない。褒めてない。かわいい。なんか憎めないよね、この半身で。下半身じゃちょっとジョブ変える気今んとこないから大丈夫。ぐらいかな。人増えたな。さあ、じゃあそろそろに戻るか。よっ。もう募金箱持ってないけど。今日は募金してないんだな。あ、お金集まったんだ。へえ。急に金が集まったって一体どうやって？なあ。金が集まった割には元気ないじゃねえか。なんか気になることでもあんのか？あのね、最近お父さんお仕事の時間に中央通りに行ってるみたいなの。なんでめぐみは知ってんだ？学校の帰りにお父さんが町にいるのを見たの。お仕事に行ってるはずなのに変だなと思ってこっそりついて行ってみたんだ。でもお父さん怖い人と話しながら暗い建物に入って行っちゃって。めぐみ、またそこで父ちゃん見かけても次は行くなよ。え？でも父ちゃんのことは心配するな。俺が様子を見てきてやるからさ。うん。やばい人にお金借りてるじゃん絶対。中央通りってどこ？これか。なんかいるな。あれはめぐみの親父。一緒にいるやつは誰だ？うわ、書類と印鑑とか言ってるな、はい、それでは上へどうぞ。うわ、父さん来ちゃった。めぐみ、なんでここに？ごめんなさい。まあ心配するよね、そりゃ。安心しろ。あとはハンコを押すだけです。息子さんの手術を成功させましょう。はい。はいじゃねえよ。待った。ちょっと待ちな。春日さん。なんだあんた、今取り込み中だ。ダメだろ、娘に心配かけちゃうよ。めぐみが何か？学校帰りにあんたがこの辺のビルに入ってくところをめぐみが見てたんだよ。子供ながらにここが普通じゃねえってことは感じ取ったんだろうよ。これはあんたら家族の問題だから俺が口出すことはねえが、今は良くてもこれからの家族のことを考えたら俺はここで金は借りねえ。めぐみがずっと頑張っていたことを考えたらなおさらな。本当だよ、今まで頑張ってたのに。お父さんがこんなズルしちゃダメだよ。確かに。3人、たった3人。こっち4人いるんだけど。ビビってんのか。さーて、逃げるなら今のうちだ。はい、よし。食べると思ってる。見てなさい、みんな。全員魅了された。おいきた。九州蹴ったれ。俺の番。ほら来いよ。叩きのめっせ。かっこいい。俺の番だな。2万もらった。長さんと南波さん多分もういっぱいいっぱいになったな。すいません。私どうかしてました。闇金で借りようなんて。いいや。家族を思ってのことだろ。まあ、気にすんな。お父さん。めぐみ。ねえ。怖い人たちに何かされてない？大丈夫？うん。ああ。心配かけてごめんな。お父さんは大丈夫だ。なあめぐみ。もう募金はしなくていいって言ったよな。でもやっぱり必要になりそうなんだ。
た。力を貸してくれるか。うん、うん、もちろん。ありがとう。いい娘さんだな。春日さん、この度はありがとうございました。私たち家族でまた少しずつ治療費を用意していこうと思います。ん、ちなみにあといくら必要なんだ。ああ100万か。おい、そういえば弟はどこの病院入院してんだ。隣町の中央病院ですが。そうか、じゃあ今度時間を作って見舞いに行かせてもらうぜ。春日さんならいつでも歓迎です。あなたは私の、いや私たち家族の恩人ですから。まさしかな。マー君も喜ぶよ。それでは。はい。え、ここで100万春日が出すの。うわ、きっつ。